皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。バレーボール女子日本代表主将の小笠里奈28イコール NEC が16日、都内で引退会見を行った。ブレーの長袖のシャツとワイドパンツ姿で登場。開口一番緊張していますとはにかんだ。言葉に詰まるシーンもあったが、終始笑顔での会見となった。本日はお忙しい中、 引退記者会見にお集ままりりいいただきありがとうございます2024年の8月3日のパリ五輪の試合をもちまして9年間のプロバレーボール選手としてのキャリアを終える決断をいたしましたとあいさつ東京五輪が終わってパリで主将をやると決めた時からパリオリンピックで選手は引退するというのを決意してここまで練習 試合をしてきましたとパリ五輪を目指す上で、現役引退を決意していたことを明かした。会場には夫、西田裕二の姿も、22年に結婚してから、所属チームの関係で別居生活が続いており、夫のお世話を頑張りたいと思いますと今後の夫婦生活にも言及。西田の存在については、私は本当に思ったことをすぐに言っちゃう性格なので、 全部夫にムカつくことも楽しかったこともすべて言っていたので、本当に大変だっただろうなと思います。苦しい時に絶対に私の味方になってくれたので、そこは感謝しています。これからはお世話頑張りたいと思いますと語った。これを聞いた西田は、思わず笑みをこぼした。また、最後の写真撮影では西田がスマホで古賀を撮影する場面もあった。その後 古賀のリクエストでステージに呼ばれ、ツーショットで記念撮影。西田は、長い現役、お疲れ様でした。引き続き、自分たちでいい家族を突き上げれたらなと思います。お疲れ様でしたと妻へのメッセージを送った。古賀はパリ五輪開幕前の7月9日に自身のインスタグラムを更新し、五輪を最後に現役を引退すると発表していた。 大会前の発表は極めて異例。直筆のメッセージの写真を投稿し、パリオリンピック2024をもちまして、現役を引退することにしました。パリオリンピックにバレーボール人生の全てをかけて戦いますと覚悟を記していた。2度目の五輪では一次リーグ初戦でポーランドに1対3で敗れると、ブラジルにも0対3と完敗で2連敗。 最終ケニア戦でストレート勝ちを収めて1勝を挙げたが、一時リーグ敗退に終わった。コガサリナ、コガサリナ。1996年、平八、5月21日生まれ、佐賀県出身の28歳。熊本親愛女学院高から15年 NEC 加入。13年日本代表初選出。18、22年世界選手権。 21年東京五輪出場22年から日本代表主将24年ネーションズリーグ準優勝2223年2324年 V リーグを連覇し2期連続 MVP 受賞22年12月に男子日本代表の西田有志との結婚を発表1メートル8 0アウトサイドヒッターどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。